お風呂に入りたくないでし。あら、お風呂大好きな花子さん、珍しいですね。今日はこのまま眠りたい、そんな気持ち。着替えて寝ちゃいなさいな。本当はお風呂入って欲しかったけど。お着替えだけして寝てもいいでしょうか。仕方ないわね、良きですよ。ではお話を。はいはい、じゃあ花子、こんなお話はどう？水が怖い。俺は元水泳部だったし、泳ぎは得意だった。だけど今は水が怖くて幼児用のプールにさえ入れない。それには原因がある。数年前の冬の出来事だった。その日の夜、いきなり友人の塩田から電話がかかってきた。今から来いよ、遊ぼうぜ。はあ？今から？10時か。明日休みだし予定もねえし、まあ行くわ。呼び出しに応じたけど、すごく仲がいい友達ってわけじゃない。塩田は女癖が悪くて、これまで数回いざこざに巻き込まれてきた。そんな奴とどうして友達なのかというと、俺にもよくわからない。腐れ縁、悪友ってやつかな。奴は自己中だから友人も少ないし、どうせまた今回も振り回されるんだろうなと思いつつも、家を目指した。おう、来たな。これに着替えろよ。部屋に着くなり、服を投げてよこした。夜釣りに行くぞ。釣り？俺は軽い格好だったから、確かにこのままで行ったら寒い思いをするだろう。じゃあ、コートだけでいいよ。いや、沼釣りだし汚れるから一式貸してやるよ。自己中の塩田にしては気が利くじゃん。俺と奴は体型がよく似ているから、借りた服はサイズもぴったりだった。塩田の服を着て帽子まで被ると、鏡に映る自分が奴にそっくりで、なんか不思議な気分がした。行き先は車で30分ほどの沼。俺は釣りは詳しくないから、どこで何が釣れるという知識は全くない。そのあたりで釣ろうぜ。お？ああ。言われるがままに餌をつけて糸を垂らした。月明かりの中、水面で浮きが揺れるのをぼーっと眺める。俺は釣りは誘わればやる程度だし、周りは暗いし、塩田と会話もないし、正直暇だ。それにしても、こんな時間に俺を釣りに誘うなんて、こいつもよっぽど暇だったんだろうな。あ、そういえばお前、彼女は？休みの前の日なんて、塩田のことだから、大概は彼女と一緒に過ごしてたはずだ。特に、今付き合っているひろみという彼女は、二人でいるときはくっついて離れない、なんてのろけられてたし。今日は彼女と一緒に過ごさなくていいの？ああ、そのことなんだけどさ。不意に真面目な顔をして俺を見る。お前、幽霊って信じるか？俺の問いかけを無視した問いで返事されたけど、こいつとの会話ではよくあることだ。ぶっちゃけ俺は幽霊だの妖怪だの信じないたちだった。アホか。いるわけねえだろ、そんなもん。そう考えると塩田は笑った。そう。だからお前を呼んだんだよ。は？どういうことだよ。先月、ひろみと一緒に海を見に行ったんだけどさ。浮気がバレて喧嘩になっちゃって、あいつがすげえヒステリー起こしてさ、俺、頭に来てヒロミを置いて、一人で帰ってきたんだ。何やってんだよ、お前。しかも逆ギレじゃん。ああ、まあそうなんだけどさ、家に着くなりさ、警察から電話がかかってきたんだよ。ヒロミ、俺の連絡先を書いた遺書を残して、海に飛び込んだんだってさ。近くにいた釣り人が見てたって。予想もしない展開に言葉を失う俺。ひろみ、死んだよ。この前遺体が上がったって連絡が来た。10日くらいは水に浸かってたみたい。マジ？ああ、本当だよ。それからだ。風呂に入ろうとすりゃ、湯船の中に女の顔。そして川を見れば、川からこっちを見てる。しまいには
味噌汁やコーヒーの中からも出てくる始末だ。どうやら水が溜まってるところならどこでも出てくるみたいだ。は？ヒロミが出てくるんだよ。何を言い始めたんだこいつ。俺は大笑いした。自己中なこの男にも罪の意識があるんだって。だって幽霊が本当にいるなら死んだ直後から出るんじゃないか。お前頭の中彼女のことでいっぱいなんだな。悪いと思ってるからそんな幻見るんだよ。そう言うと塩田も笑った。じゃあお前霊とか怖くないんだよな。実はそこに今もいるんだぞ。そこ。塩田が指を指したのは少し離れた水際だった。もちろん俺は怖くない。ここか。立ち上がって指差した場所に立った。塩田も立ち上がって俺の背後に隠れるように立った。なんだよ塩田そのざま。普段からは考えられない怯えようがおかしかった。ヒロミは目が悪かった。コンタクトなしじゃろくに見えないくらいに。ボソボソとつぶやいたかと思うと、うわっ！塩田が俺をドンと押して、俺は沼に落ちた。何してんだよお前！まあ落ちたと言っても、沼と岸の差は30センチもないほど浅いし、水も俺の膝までしかないんだけど、濡れて気持ち悪い。何なんだよ！ふざけんなよ！岸に上がろうとした時、何か足に絡まった。もか？ゴミ？振りほどこうとしたけれど足が上がらない。塩田は引きつったような笑顔だ。悪いな。足に絡まった何かが俺のすねを這い上がってきた。目をやると、それはブクブクに膨れた手だった。月明かりに照らされて異様にはっきりと見えた。その手が伸びて俺の太ももを這い上がり腰に届いた時、水面から頭が覗いた。塩田の女だ。生前の彼女を見たことがある。面影は何一つ残っていなかったけど、すぐに分かった。俺の腰に抱きついて、水の中に引きずり込もうとしてくる。おい、塩田、引き上げろ、助けろよ！岸を見ると、もう塩田の姿はない。車のエンジンの音が遠ざかっていった。あいつ、俺を置いていきやがった。女は完全に俺に覆いかぶさった。死ぬ。やられる。そう思った瞬間、不意に体が軽くなった。また置いていくのね。耳元で声がする。息がかかるくらい近い。連れてって。生臭い匂いがした。体中が氷漬けになったように冷たい。寒い。俺は自力で沼から這い上がって歩いて帰ったらしい。どこをどう歩いたのかなんて記憶にない。気がつくと自宅の玄関だった。泣きながら帰ったようだ。沼の水を吸った服を脱いでゴミ袋に詰めて熱いシャワーを浴びる。でもどんなに熱いお湯を浴びても背中が冷たくて全然温まらないんだ。ふと。寝よう。ベッドに入り、布団にくるまっても、寒くて、俺は我慢できずに、元凶の塩田の家まで車を飛ばした。塩田への止めどない怒りがこみ上げてくる。塩田、許さん、塩田。俺は震えながら運転して、塩田も普通の状態じゃなかったんだろうな。玄関の鍵が開きっぱなしになっていた。扉を開けた瞬間、背中からひるっと何かが抜けたような気がした。おい、塩田！ふらりと奥から出てきた塩田は、俺を見るなり真っ青になって震え出した。お前！ずかずかと中に入って、ぶん殴ってやろうと手を伸ばした。だけど、塩田の視線の先が俺じゃなくて、俺の後ろになってる。お前、なんで？水なんてないだろ。ふっと背後から生臭い匂いがした。
何してんだ俺は。俺は突然正気に戻ったような気分で、もうここにいてはいけない。一秒でも痛くない。そう感じて塩田を突き飛ばし、つまずきながら部屋を飛び出し、車に飛び乗り、帰った。その翌日だ。塩田のことが気になって、何か様子が変だから見に行こうって友達を二人誘って、塩田の家に向かった。もしも死んでたら、最後に会った俺が疑われるんだろうな。家に到着すると、やはり玄関の鍵は開いていた。おーい、塩田。塩田、いるか？友達が呼びかけているが、返事はない。なんだよ、上がるぞ。声をかけて、家の中に上がり込む。おい、塩田！慌てた大声に、やはり、と思ってため息が出た。死体で見つかったんだと思って。最後の最後まで面倒に巻き込まれたなぁとか、警察になんて言おうとか、頭の中をぐるぐるしてた。なんだよこいつ、どうしちゃったんだよ。おい、俺がわかるか？様子が変だ。死体を見つけたような雰囲気ではなさそうだ。覚悟を決めて部屋に入ると、ヘラヘラと笑い続ける塩田がいた。目の焦点が合っていない。頭からぐっしょりと水をかぶったように濡れていた。しっかりしろ、塩田！壊れてしまった奴は笑い続けるばかりだった。塩田は今でもそのままだ。俺はそれ以来怖くて、池にも沼にもプールにも近づけなくなった。塩田の様子を見に行った時さ、笑い続ける奴の前で、立ち尽くす俺の背後に、また生臭い気配が立ってさ、こう聞こえたんだよ。ありがとうね。って。はい、おしまい。置き去りって、一見暴力には見えませんが、精神的にすごくダメージを受ける仕打ちですよね。塩田さんは主人公を自分の身代わりに池に落として置き去りにしました。ひろみさんに続いて一度ならず二度までも。反省の色が全くなくフォローのしようもありませんね。おやすみ、花子。皆さんも良い悪夢を。